はい。皆さん、こんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご成聴いただきまして、誠にありがとうございます。 本日はジェットタニから皆様にお伝えしたいことがございます。ご存知のとおり、2022年2月24日、ロシアが突然ウクライナに軍事侵攻、軍事侵略を行って、現在戦争中であります。私たちは、力による世界秩序の変更、世界平和を乱す行為、そして、力による他国への侵攻、征服という行為を団地でね、許すことができません。いかなる歴史的背景、経緯、理由があろうとも戦争という行為をね、許すことができません。そして、ウクライナ国民の皆様へ、 ただいま、祖国が戦場となり、日々、死傷者が増加する非常に苦しい状況下であると思います。私たちは、一刻も早い事態の収束というのを日本人として心より願っております。 私のこのカンボジア不動産チャンネルは2020年から配信を行っております。コロナ感染拡大が広がって渡航規制ができて外国からカンボジアのお越しにできなくなった時にカンボジアから現地の最新情報をお届けしようとカンボジアの事業、投資、街の様子、娯楽をねお伝えするチャンネルであります。 でその娯楽のチャンネルをお伝えするという面で、まあ、自粛ということではないんですけどが、まあ、世界で戦争が起きている中どうしても私の方の気持ちが。えー 収まらなくてあの、更新の方がね、滞っておりましたけれども、まあ、私が更新をね、滞ることで、何もね、時代が収束することではありません。むしろ、まあ、更新を通して、機会があれば、今回のロシアの、あの、非常な、蛮、え、行、ー、を批判して、そして、ウクライナの方々をね、応援支援できることが配信できるんじゃないかということで、またね、このカンボジア不動産チャンネルの方をね、更新をね、再開してみたいと思います。その旨をね、皆様にお伝えしたく、今回ご挨拶させていただきました。 はい。皆さん、こんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタニです。このチャンネルは、日本、カンボジア両国でビジネスを行います、ジェットタニが、現地カンボジアから最新情報をお届けするチャンネルになります。本日は雑談室です。 はい。本日はね、えー、カンボジアのね株、えー、有価証券、えー、株のことをね、ついてね、お話したいと思います。はい。カンボジアにね、えー、そんな株取引所のがあったんですかっていうね、こと、この前、の私のブログの方にコメントをいただいてますけどね、証券取引所ね、あります。はい。そして、そのね、えー、きっちりした流通している株からですね、もう怪しげな、またその株にまつわるね、えー、出資金金集めビジネスをね、少しね、ご紹介したいと思います。日本人の方ね、本当気をつけましょうね。はい。ただし、今は、えー えーっとね、そういう騙される、騙されないよりもあのやはり株といえばやっぱりロシアの株ですよね98%下落もうどんな市場かなという感じですよねやはりこれス i フトを止める金融を締めたキャンというのがねこれあのやった、ね、西側諸国の方もこの効果が、ね、これだけあるのかというのが、ね、分かってたのかなという気がしますよねこれ効果絶命ですよね。 はい。まあ、その、ロシアのことは別としてですけども、あの、カンボジアのね、証券取引所があります。えー、全部ね、7名から8名。私、あまりね、あの、元証券発言が詳しくないです。全然興味ないですが、カンボジアの株に関しては。はい。えー、上場しておりました。はい。ただし、港湾とか銀行とか水道局とかって、なんかこう、あのー、そんな成長が見込めるような株でないんで、まあ、もう中津突発の市場という感じのね、印象であります。はい。で、それの中で、昨年から、あの、成長市場というね、少し上場基準をかなり 低くした、まあ、あのえこんな会社でも上場できるんですかというような会社が、えー、の市場ができてそれが今ね、えー、2社あの上場しております、はい、その1社がなんとですけどもあの私たちと同じ不動産開発業者であります、はいえー、2月10日にあの上場を行いましてなんと連続ですけども13日間あの連続ストップ,ストップ高でなんと、ね、株価がね3.95倍まで上がったんですよ。ね で、はっきり言いますけどね、この会社物件売れてないんですよね。だから、全然株価がなぜ上がるのか、あのー、もう帰り実態と株価がね、帰りしてるので、まあ、ね、あの、小さな市場ですからね、まあ、あのー、 だろうというね、感じです。まあ、これはもうね、皆さん推測していただけたらと思うんですけど、ところがですけども、3月1日から突然、えー、今日、えー、3月4日ですけど、4日連続ストップ安という形ですね。まあ、やっぱりという感じのね、状況であります。はい。ただし、まあ、その株か、ね、株、ね言うてもね、実際に株があるからね、あの、こちらもいいです。マーケットであります、ちゃんと上場してる株ですけども、で、やはりね、カンボジアでもあるんですよね、あの、未公開株をね、買いませんかっていう形のね、 上場商法っていう形ですかね。まあ、本当悪い奴はね、もう日本でもカンボジアでも同じことやるんですよね。もうどうしようもな、ね、い。もうやめてくれも。もどっちかでも早く死んでくれよっていうね、感じですよね。で、また、あの、懲りない、あの方がね、あの、やり出してるんですよね。で、しかもですけども、えー、ね、会社にもなってないと。ね、法人にもなってないと。まあそこで、まあもう実際ね、あの存在しない会社をね、売っちゃえと。 いう感じでね。なんか言い方もねあの、真似しちゃったような感じですね。あのー、もう。 会社ね、法人同期もしてないね、存在しない会社を売っちゃえという感じでね、また金集めやってるんですよね。これはっきり言います。これも出資するやつ私、バカだと思います。はい。もう逆にね、あの、ま、だが、ただし、まあ、いつも言いますけど、私、騙される方が悪いというね、スタンス、あ、じゃあ、すみません。騙す方が悪いという、ね、立場でね、騙される側の味方には立ちます。はい。えー、ただこれ、事業家とか、もう会社経営してる方が、これに投資したらね、本当にバカだと思います。はい。あなりゆきね、見てみたいと思います。 はい。で、なんですかね、あの、これ一つね、あの、昨年私、これ、あの、YouTube とブログでも紹介したんですけども、カンボジアよくあるんですよね。あの、今回みたいな、この、存在しない会社に出資しないかっていう事件がね、これあるんですよ。で、そのために、これ少しご紹介しておきますけどカンボジアは、えー、これ、商業省が、えー、商業登記簿等本がね、えー、あの法人のね、登本がこれ確認できるようになっております。はい。えー、このサイトね、紹介しておきます。あの、YouTube の方にも ねあののの概要欄の方に書いいてておきますのでこれ知ってくださいもしカンボジアで何か投資の話がある事業に出資しないかこの事業を儲かるぞという間にありましたらまずはその会社が存在するのかしないのかをね確認してください、はい、会社名を出したら、えー、情報が出てきて役員ね株主構成まではわかりません役員まで出ます、はい、しかもその会社が、えー、と名義が変わったりということまあ役員の変更とかあった場合そういうのを全部これ見 見るこでできますすからこれ非常に有益ですはい昨年これを YouTube で私、えー、ブログで発表しました日本人の方が早速すぐ連絡あってですねよかったです私の主人がですねもう騙されかかってましたって、ね、4社から声かけてもらってですけどねどれも一社も、ね、会社存在しませんでしたっていうねことがねありましたはい皆さん本当とねこれ気をつけてくださいねはいもうねとにかくですねでまあこれ面白いんですけどもね 嗯。Um シールってありましたよねなんかチョコを買うとあのシールがついてみたいなねそんな感じのねシールをベタベタ貼ってねこんな事業をやりますあんな事業をやりますこんな事業ですおらおらおらっていう形で出してるんですけどね全部の会社ねあのこれ登記情報でやってみたらね一社も存在しませんはいだからもうはっきり言ってこれ会社ごっこですよね会社ごっこするのにお金あの出してくれっていう感じでねそもそも出すやついるのかなというのともうそんなことやっても大した金集まら だろうと思うけどね。それでもやらなければいけないから、まあ相当苦しいのかなっていうね感じがします。はい、えー、会社ご興っ,って言いましたけども、そうあのー、私ねこう一つで、ね、これこの不審な事業に関してね言うんです。じゃあ仮にあのー、会社いいよという形であのー。 お金をねあの、出資しましたと存在しない会社ですけど、もしその会社で利益出た場合、税務どうするんですかとかね、もういろんなことがね、あると思うんですよ。利益の配分どうするんですかと。やっぱり出資っていうことになれば、あのやはりそういう詳細のところをね、きっちり詰めておくっていうことが大事だと思うんですよね。ただ単に、えー、こんなアイディアがあるからあの、お金出してください。いやいや、えー、これ会社登記してるんですどいやいや、まだまだねあの、構想の段階でやろうと思えば立ち上げますっていうね、もうそんなね、 もうバカみたいな会社ごっこみたいなことでねもう金集めなんかやめろよとねもうね もう懲りない方ですよね、というね、感じがいたします。はい。えー、っとね、あのー、こんなね、もう愚かなね、日本人、日系企業もあるんですけどね、あの、カンボジアにもね、すごい日本人の方いまですよ。今ね、東証一部でね、時価総額4000億、5000億ぐらいまでいってるね、会社の創業者のメンバーっていう方がね、あの、いらっしゃるんですよ。なんか近々ね、本出されるということで、その予行演習で SNS でね、あのー、ちょっと作文、あ、じゃ作文で言ったらちょっと知ってたですけどね、面白かったんで作文っていう言い方しますけどね、書いてたんですけどね。まあ、そこでか 書いてましたよねもう安易にね出資出資とかねあの,あのクラファンとかでねお金集めたがれつがいるけどそれは違うだろうとねやっぱりきっちり事業を行ってねあのー、やはり資金繰りという苦しさもしっかり知ってっていうことがね事業じゃないのかということをね 言ってましたねやっぱり成功する方ね当たり前のこと言われますよねあのな存在しない会社でお金を集めるというねそんなもう愚行をね行うことはね泣いてますやっぱり、ね、きっちりした方はねもうきっちりした意見を持ってますはいもう私これどうこうみたいなねどんなやるがねこれにあの賛同するのかねちょっと見てみたいかなと思いますはいもう一般じゃ良識ある方はねもうスルーしてくださいあえー、っとねなんかこう出資とかねあのー 会社なんかっていうねとか投資っていうのがあったらねまずはもう先ほどね商務省ね、えー、商業登記簿討本でね検索してねあ存在あるのかないのか ということにください。特にね、土地を買うと外国人日本人ね土地買えます。外国人とか日本人土地買えません。でも土地を買えると土地を買えるためには合弁企業を作らないできません。そしたらあの合弁企業をねがあるんですかということね。それもね当分で調べることができます。代表者ねあ日本人と外国人が立ってるなと外国企業が立ってるなっていう確認できますからね。有権使ってください。ただ単にねあの私の知ってるねご当領地っていう詐欺師もねあの、えー、所有権が取得できるとかでお金集めてねあの会社の の設立もしてななかかったねね明らかな詐欺ですよ、ね、はい、えー、本人、詐欺じゃないってね今騒いでますけどもね、これ詐欺です。はいまず会社設立する、えー、カンボジアで土地を買おうと思えばあの法人を設立、ね、公明設立をしなければ土地を取得できません、ねえー。不動産あの所有権確保ということをねあの出資者にねあのプリント配っているので、ね、もう明らかに詐欺ということになります。はいこんな人ばっかりいるんで、ね、もでアンチアンチョコにね金を集めようとでそういう金はねね多分ね事業のもとになります、ね、多分それたちのね生活費ね。 資金繰りになると思いますので、ね、あの良識なる日本人の方はね乗らないようにいたしましょうはい以上ねカンボジア不動産チャンネルをこれで終了いたします次回更新お待ちください吉島チャンネル登録高評価お願いします本日もご清聴ありがとうございました See you